特急くさつが運行を終了しました。JR 東日本は、今日17日をもち、特急くさつの運行を終了します。特急くさつは、上野駅と長野原くさつ口駅を結ぶ特急列車です。東京都から草津温泉へのアクセスとして、1960年6月に臨時準急列車として運行が始まりました。その後、1962年に定期列車となり、1985年に特急化されました。列車名は、日本三名線の一つである草津温泉が由来となっています。現在は、平日2往復、土休日3往復が7両編成の651系線番台によって運転されています。しかし、今年春のダイヤ改正により、列車名が特急草津島に変更されます。このため、特急草津としての運行は、ダイヤ改正前日となる今日17日で終了します。また、特急草津島へ列車名が変わることに伴い、E257 系リニューアル車両が投入され、これまで活躍していた651系線番台は定期運行を終了します。グリーン車のサービスを廃止して、普通車のみの5両編成での運行となります。JR 東日本によると、特急草津島は、全車指定席で運転し、着席サービスの向上を図るということです。これで、3月17日の KAB ニュースを終わります。